皆さんこんにちは、佐藤ささらです。ソフトオクです。今回は久しぶりにお城巡りです。とはいえ、石碑だけですので、石碑のあるお寺とすぐ近くにあるお寺の取材がメインです。八和瀬城、16世紀末期片原石城主橋本道和の弟橋本大膳の居城とされました。着手がなく廃城となりました。場所は国分寺あたりとされ、遺構はないです。国分寺の近くには井戸水が万病に効くことで有名な八和瀬観音があります。後ほどそちらも参拝予定です。八和瀬観音はここを右へ入ったところです。狭い参道なので国分寺の有料駐車場に車を置いて回ることにします。到着しました。でも集金の人はいないようですね。まあなんとかなるでしょう。国分寺、現在の国分寺は明治19年1886年に円光寺から改称した寺院です。ここから約900メートル南に本来の国分寺があったそうです。別のところにあった円光寺が17世紀初頭に八和瀬城跡に移された時、国分寺のお堂と薬師如来像が円光寺に移され、明治19年に旧国分寺の本尊を継承するという自伝を根拠として国分寺と改称したそうです。国分寺の住所は愛知県稲沢市八和瀬町城跡2490、地名として城跡が入っているのが面白いです。尾張国分寺は臨済宗妙心寺派の寺院、三号は鈴沖さんです。本尊は薬師如来です。本堂へ入って良いのかわからなかったので、外からお参りしました。横から入ってきたので山門の方へ向かいましょう。山門の横に石碑があるはずです。こちらには重要文化財が保管してあるようですね。これが八和瀬城跡の石碑です。遺構はないので、この石碑と地名のみがここにお城があったことを物語っています。南の端まで行ってみましょう。良い天気ですね。取材は9月5日、まだまだ暑いですけど、
ちょっとくらい汗をかいても雨や曇りよりいいですね。編集で南から入ったようにしようかと思いましたが、時系列通りにファイルを並べました。この後は風景が重複しますが、ご了承ください。写真の後は道路の向こうにある八和瀬観音に向かいます。八和瀬観音の紹介は愛知県の公式観光ガイド愛知ナウより引用させてもらいます。愛知県稲沢市にある観音様として有名なのが八和瀬観音です。本尊は十一面観世音菩薩ですが、実はここはお寺ではなく、いわゆる在家。由緒は諸説ありますが、安土桃山時代、現在の稲沢市に存在した一色城の城主である橋本道和の弟で、八和瀬城主の橋本大善がこの地に観音菩薩を祀ったのが始まりと言われています。このほか八和瀬円光寺、今の国分寺において大法会があり、橋本家先祖が老を厭わず奔走したその霊に住職から像を付与されたとも言われています。いずれにしても、この橋本家に代々奉仕されてきた観音様が諸廟に貢献があると広まり、いつの時代からか近隣近在は無論のこと、園地からも参詣者が集まるようになったようです。また庭の井戸より湧く水が霊験ありと伝えられ、江戸時代以降もここの井戸水は万病に効くと評判になり、今に伝えられています。稲沢は植木の産地です。いろいろな苗を販売していますね。白い容器は万病に効く井戸水を持ち帰るための容器です。
これがありがたい水の出る井戸です。井戸のところで手を洗ってしまいました。こちらで洗うのが正解です。線香とろうそくはこちらへ備えるようです。お寺ではないので、建物の造りが違いますね。立派なお屋敷といった感じです。内部もお寺の造りではないですね。容器を買ったので水をいただいていくことになりました。ただ、カメラの操作ミスで肝心なところが撮れていません。モニターが小さすぎて動作状態の確認がしにくいジンバルカメラの問題点ですね。スマホの端子に挿して大きな画面で動作確認ができるオズモ、ポケットの良さを改めて感じる事案でした。小さくて軽いため、どうしても縦揺れなどが気になるオズモポケットですが、スマホに取り付けて撮るとそれも軽減されます。スマホに固定するパーツは、ヒミパーム2の場合はオプションで購入できるかもしれませんが、それを使うべきかは微妙ですね。これで予定終了ですが、せっかくここまで来たのだから、このまま帰るのではなく、もう一箇所寄っていきましょう。極楽浄土をこの世で拝める祖父江善光寺です。ただ、撮れ高はあまりなかったので、エンディング後のおまけ動画として編集しました。駐車料金を入れる箱もないのでどうしようかと思ったら、この小屋のサッシの窓枠にお金が置いてありました。私たちも真似をしました。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画を題材として、ボイスロイドやチェビオなどによる愉快な会話を提供し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば動画作成の励みになり、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。命をかけて生きている人の影で僕らは笑ってる。誰も教えてはくれない本当に大切なことを、叩き込まれる頭ごなしのとりあえずだとかまずはさ。
さて、祖父江善光寺へ移動中ですが、少々雑談をしましょう。あう、今回はあまりギャグを盛り込めなかったです。スランプですか？そうですね、このところ努力が数字に反映されないので、モチベーションは落ちていますね。某感染症問題が収束しない、今日この頃です。YouTube としても、お出かけ動画をおすすめに出しにくいのかもしれませんね。はい、そう解釈して頑張っていきます。機会があれば初期の頃のようにゆかりさんと共演してもらい、ささらちゃんの暗黒面を使いたいです。バカなこと考えてるとウイルス仕込むわよ。あわわわわわわわ怖いです。でもその感じ、いい？性格の悪そうな声を褒められて、ちょっと複雑な気分。多彩な表現力に憧れます。到着しました。外部で少し撮っただけなので、いまいちです。本堂は長野の善光寺とよく似たデザインですね。実はこの日、さらにもう一箇所行きました。名義館に乗り、名古屋の西隣稲沢から名古屋市守山区へ移動です。竜泉寺にある竜泉寺城へ向かいます。鉄筋コンクリートのなんちゃって天守ですが、お城の形の建物があります。それは次回の動画となります。期待せずに待っていてね。